こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れた。護衛艦加賀、アド米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時だ。今となっては後出しになってしまうのだが、当時のチャンネルでも言っていたのだが、潜水艦が海底に入ると、行った3日後くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行南シナ海で、極秘任務についていた。なぜ今頃発表と考えてしまうが、実は黒潮は旧型の潜水艦その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表した。抑止効果としか言えない。でも、そう、旧型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうか。そんな気がしている。そう、旧型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは、当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは潜れるという人や、500メートルがいっぱいという話などある。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられている私は、800メートルと考えている。最新鋭の竜や東竜などリチウムイオン電池搭載艦。ともなると深く潜れるのではと考えるが、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと考える。そう、竜型潜水艦の次。最新鋭潜水艦では変わってくると考える通常動力型潜水艦でトップ。原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいるだろう。静粛性は実質トップと言える。それでは、リチウムイオンを搭載した雨竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこう。日本には潜水艦が数多くありますが、雨竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えました。雨竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりなので、本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも海底の忍者です。ちなみに、雨竜の建造費は660億円だったそうです。この雨竜の出現とは、一体どんな意味があるのでしょうか？高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずです。つまり日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとってはかなり目障りな驚異的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者雨竜なら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところは、潜む見えない敵これほど恐ろしいものは、ないでしょう。ここで、雨竜に関する中国メディアが書いた記事を紹介します。気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、雨竜、そう、竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が、世界で初めてリチウムイオン電池が、搭載された軍用潜水艦という事実です。
中国の無料で利用できるニュースアプリである今日頭上波19日、欧龍に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの双龍型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオウリュウが使用しているリチウムイオン電池についても、説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野明氏が、2019年のノーベル化学賞を受賞したことも、記憶に新しいところでしょう。リチウムイオン電池は、多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もありますから、どうしてこんなにいいものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるという指摘もありました。今日、頭上の記事は、中国で採用しない理由についてリチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しています。確かにリチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になりますから、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア開始新は10月24日、欧龍については15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国中国よりも、
15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘しているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがある。ということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しています。それに続けて、2013年1月には、日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは、現段階では判別しがたいとも言っているのです。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言ってよいと思われます。それにしても、どうして日本は発火などのリスクを承知でリチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まっていく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、オウリュウに対する危機感を示していました。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されるところでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ。つまり、やはり、日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないでしょうか。今あるものを真似して同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないでしょうし、追い越すこともできないと思われます。こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。世界ではコロナ対策が急務となり、米原子力空母が現状運用停止状態となり、潜水艦での感染も出てきている。潜水艦など密閉空間ではウイルスだけではなく、インフルエンザなど感染症にも気を使っている状況だ。潜水艦での生活空間は、ベッド1畳だけのプライベート空間があるだけ。それも寝転がる感じだ。何人もの海自隊員が生活している。潜水艦での広がりは、一気に拡大する。それにしても、
中国は人だけは大勢いるので、そんな状況下でも関係ないだろう。現在、米原子力空母が機能停止状態で、台湾海峡から仕掛けてきているのも事実だ。台湾をどう防衛できるのかも気がかりとなる。中国といえばあの初建造の強襲揚陸艦が火事となり、最悪のシナリオとなっている初の強襲揚陸艦デストベルキでも、運用するのだろうか？疑問だ。火事で思い出したが、豪州の潜水艦計画ももう白紙か。そこまでではないのだが、進んでいないことが分かった。では、豪州で建造するはずのアタック級潜水艦の話をしていこう。では、2019年7月、フランスでは、新型の潜水艦である、シュフラン級原子力潜水艦が、進水式を迎え、同艦をベースに、通常動力型に換装する予定の、オーストラリアのアタック級潜水艦にも、ようやく進展が見られそうだ。それでも、当初のスケジュールよりも、遅れが生じているこの、アタック級潜水艦計画は、合計で12隻の建造が予定されているとはいうものの、今や1隻5000億円を超える費用となっており、実現が危ぶまれている。ことに、2016年にオーストラリアがこのフランス湾を正式に決定するまでの、過程において、日本の武器輸出のハードルが下がった時期とも合致したため、初の武器輸出なるかと注目を浴びてた案件でもある。今でも一部に日本の逆転採用かと喧伝する報道もあるようだが、現実的にはもはやその可能性はほとんどないと言えそうで、武器輸出の経験値に勝る他国と日本とでは競争にならないのが実情だろう。海上自衛隊の主力兵器である潜水艦は、このオーストラリアへの提案にも上がった。そう、夕方がこのところ、毎年1隻ずつのペースで建造されており、次の型の3000トン級も、すでに寄港されている。そうした意味からも、無理に、オーストラリアに潜水艦を売買する必要性は、低かったとも思われ、果たして日本に決定していたら、今頃どうなっていたのかとむしろ、そちらの方を思うと、冷や汗者だったのではと感じる。そもそも、フランスは、押しも押されもせぬ武器輸出大国であり、NATO の主要な加盟国でありながらも、伝統的に独自の兵器生産を維持しており、エジプトをはじめ、インドなどにも多数の輸出実績を持つ。特に、アメリカと一線を引いた独自路線は相変わらずで、ラファールなどの戦闘機は、そうしたニーズに応えた形でアメリカからの輸入が困難だったり、高額だったりとされる国に導入されている。武器輸出という事象の人道的な観点からの否定ではなく、これをビジネスとして割り切って行うフランスと対峙して、潜水艦を売買するような立ち回りは、そもそも今の日本には、無理だったのだろうと思える。
ただ反面、このオーストラリアのアタック級潜水艦計画でなくとも、明らかなことであるが、必要と思われる兵器が自国で生産できないのであれば、必然的に売ってくれる国から購入するしかなくなってしまう。日本の場合、潜水艦や護衛艦などの艦艇は、まだ自国で建造しているものの、次期戦闘機開発計画は存在しているとはいえ、戦闘機の分野では、もはや自国製造は厳しいのではないかと感じられる。いや、すでに護衛艦の兵装などを含めると、そのほとんどを日本はアメリカに依存している状態であり、オーストラリアの現状を見て他人事だととやり過ごすことは、できないのではないかと思える。オーストラリアのアタック級潜水艦計画が本当にフランス湾をキャンセルするのかどうかは不明と言えるが、仮にキャンセルした場合の選択肢はドイツからの輸入しかないのではなかろうか。折しも2020年4月にはインドネシアが韓国からの潜水艦の調達計画を中止してトルコからの調達に切り替えるのではないかというニュースも伝えられている。興味深いのは、ここでトルコが用意する潜水艦も、もともと韓国と契約を交わしていた潜水艦も、大元は両者ともドイツの潜水艦にたどり着くという点ではないだろうか。トルコは韓国と異なり、燃料電池式の非対機依存型機関を搭載した潜水艦を他国へ輸出用途で生産することも認められており、このライセンス生産分にインドネシアが傾いている様子だ。もしこれが現実となれば、インドネシアの行為が国際的な審議上から非難を受けることは間違いなさそうだが、相手国が韓国ということもあり、ある意味日本などでは多めに見られる傾向が強いようだ。インドネシアはまるで小さなインドかのように、西側からも東側からも各種の兵器を購入しているが、将来的にはこのままの路線で大丈夫かと少なからぬ危うさも感じてしまう。オーストラリアほどではないにせよ、新しい潜水艦を欲しがる国はその調達に少なからずドイツの影が見え隠れしているようにも思えるのだが、身のところどうなのだろう。フランスとドイツは、かつての複数回の渡り、直接の戦争相手となった過去があるにもかかわらず、新型の戦闘機や戦車の開発においては、利害関係が一致し、共同開発プロジェクトを推進している。こうした中で、オーストラリアがフランスとの契約を取りやめてドイツに乗り換えることがあるとすれば、フランスとドイツの関係性に与える影響がどうなるのか、そちらも気になる部分だと言えそうだ。オーストラリアのアタック級潜水艦計画が本当に通常動力型潜水艦として収益するのか、ちょっと
常識の範囲を超えている調達価格に、費用対効果も含めて改めて注目すべき時期ではないだろうか。